皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、こちらのレンズ、はい、ニコンさんから発売されているプレナですね。 135mmF1.8 というレンズです。これめちゃめちゃいいレンズ、35万ぐらいするレンズなのかな、なんですけど、これ前から私気になってたんですが、今回ニコンさんからお借りする機会がございましたので、これで星を撮ってみました。はい、で天体写真ですね、以前からこれ撮ってみたかったんですよ。なので今日は、実際撮ってみたその画像を見せしつつ、どんなレンズなのかっていうことをレビューしたいと思います。実際撮影はこのニコン Z8 との組み合わせですね。これで撮影してみました。まあ、結論から言うとめちゃめちゃ良かったんですけど、これ 135mm っていう画角のレンズですけど、星の写真をこの画角で撮るっていうイメージない方が多いんじゃないかなと思います。星空の写真っていうと、まあ、風景を入れて撮影するのを星景写真って言いますよね。これやっぱりワイドなレンズがメインになります。もちろん中望遠で撮影する星景写真っていうのもあるんですけど、まあ、それは置いといて、で、天体写真っていうのがありますよね。天体望遠鏡とか長いレンズとかをつけて星空のみをクローズアップして撮影するっていうのを天体写真と言います。まあ、この撮影には赤道儀が必要になってきます。でこの 135mm とか、まあ、50mm 以上っていう感じですかね、から 200mm ぐらいの、まあ、比較的天体写真の領域では短めのレンズになりますが、そういったレンズで撮影する写真のことを星夜写真っていうんですね。隣り合う星雲とか星団をもう一網打尽にして一緒に同じ構図で撮っちゃおうというのが星夜写真です。で今回私がこのプレーナーで撮りたかったのはこの星夜写真の部類になります。背景の多目系がめちゃめちゃ綺麗ですよというレンズなんですけども、開放 F1.8 でそれだけ、玉ボケが綺麗っていう像が出るんであれば、ちょっと絞って使うともっといいだろうなって思ってたんですね。星空だけを撮る、星夜写真を撮るときっていうのは、やっぱり F4 ぐらいまで絞るもんなんですけども、開放 F1.8、F2、F2.8、F4、うん、そのぐらいの実際星撮った時のその星像ですね、星空の写りってる、まあ、どうなのかなって前から気になってて、絶対いいんだろうなと思ったんですよ。まあちょっと前置き長くなりましたけども、じゃあ実際、どんな写りなのか見てみましょうか。それでは見ていきましょうか。このですねプレーナ 135F1.8 と Z8 の組み合わせで撮影した写真がこちらでございます。使用した機材なんですけど、この Z8 と、135mm のプレナ、これにプラス、スワットっていうね、ユニテックさんというメーカーから発売されているとても頑丈なポータブル赤道儀があるんですが、それを使って、撮影しました。これ撮影したのが、バンビの横顔という領域になります。夏の天の川の中心部で、にあるんですけど、ここですね、これが、鹿の顔に見えません？はい。で、ここに M8、M20 っていうですね、天体があったりとか、まあ夏を代表するワンシーンですね。星景写真で言うとこの部分になるんですけども、はい、この部分をクローズアップして 135mm で撮るとこうなるということですね。で、ちょっと左にずらしてるのは、こっちにね、ちょっと暗黒帯っていうか、ムラムラした部分があるんですよ。ここを撮りたくて、バンビの横顔を左に置いて、右側を。にこの空間を置いたっていう感じで、まずは F1.8、 それから F2.8、 それから F4 で見てみましょう。これが F1.8 の写真、それからこれが F2.8 かな、はい。でこちらが F4 になります。で左上に撮影データが出ていますけども、全部適正露出、同じ露出でこの時は撮影してないですね。だからちょっとね、同じ明るさっぽく見えるように明るさだけ調整させてますが、他は特に何も、いじっていない画像になります。じゃあまあこれね、もう見た感じでも分かりますけど、めちゃめちゃ星がほんとつぶつぶ、すっごいつぶつぶ。まあ私ね、こういう仕事やってるんで、この天像をね、見ることが多いんですけど、まあ、Z8 って画素が多いからっていうのもあるんですけど、ほんと一つ一つの点が
小さい。すごい激烈にシャープ、もうピント合わせしてる段階で、こうやってピント合わせしてる段階で、もう、ああ、このレンズは激烈にシャープだ、すげえなっていうのが、撮影してる時から分かりました。で、100倍で真ん中見てみましょうね。うん、めちゃめちゃシャープですよ。で、周辺も見てみましょうね。これ F1.8 ですよ。F1.8 ですけど、ほんとね、隅々までね、点なんだよね。いや、この辺ちょっと左側、これ、ちょっと流れてるのは、と私の追尾が悪かったのか、ピント合わせがね、もしかしたらうまくいかなかったのかもしれないです。ピント合わせがね、結構ね、シャープなだけあって、シビアだなとは感じました。はい。で、これが F1.8 の像ですね。で、F2.8 に絞ると、はい。こんな感じです。何も変わらない感じしません？ F1.8 でびっくりするのは、まあ、製造もシャープなんですけど、周辺像というか、周辺のその、光量ですね。周辺原光もほとんどない。うん。で、それが F2.8 に絞ると、非常にフラットになります。はい、真ん中見て、さらにちっちゃくなったな、おい。さらにちっちゃくなりましたね。で、やっぱりね、つぶつぶなんですよね、これもね。これも、もう、周辺も、つぶつぶ。こっち左が上が流れてるのは変わんないですね。これ、後で改善するんですけど、私のセッティングミスだったので。はい。うわ、すげえ。うわマジやばいっすね、これね。うん、で、次、F4 でございます。F4。何も変わらないですね。すごい。でもね、やっぱりね、若干変わってますよ。その、1.8 から素晴らしい製造なんですけども、やっぱり 2.8、F4 に絞るに従って、周辺光量っていうのがだいぶフラットになって、それから周辺の点像っていうのもやっぱりね、小さくなります。F4 に絞るとなくなりましたね。この周辺のビヨンっていうやつがね。で、例えばね、ここ、右上を 200% にして、まあ、そんなの気にしてどうするんだろうといつも言われますけど、はい。こうやって揃えておきます。大体揃えておきますね。こんな感じでいいかな。で、F1.8。200% まで拡大すると、ちょっと周辺流れてるんだなってのがわかりますね。F1.8。F2.8 改善しました。それから F4 ほぼなくなりました。という感じで F1.8 でまあ引いた感じとか等倍ぐらいではわかんないけど 200% ぐらいまでいくとちょっとやっぱり流れてるのがわかりますよと。周辺像ね、まあ全然ビビたるものなんですけど、それが F2.8 だとほぼなくなり、 F4 になると完全になくなって、しかもちょっと精度がキュッと締まるっていうか、まあ、そういう傾向がありますので、結局これ F4 撮りました。で、いろいろ撮影していった結果ですね、これちょっと Lightroom で少し画像処理をした画像なんですけども、感度 1600F460秒で撮影するのがまあいいかなと。で、ちょっとね、それで暗めなんですよね。これが元々の画像です。この時はね、ちょっと撮影時間もあって、なるべく枚数を稼ぎたかった、その、この後画像処理で、天体写真でスタックっていうのをして、ノイズを減らしてね、それから強烈な画像処理をかけるんですけど、それが、残り時間がわずかだったので、なるべくそれの間にその枚数を稼ぐためにですね、やっぱ20枚は撮りたかったんですよ。なので、ギリギリこのぐらいだといいかなっていう、ラインの露出をして、撮影をしました。それが感度 1600F460秒ぐらいだったんですね。まあ、60秒以上もっと露出してね、やりたかったんですけど、あと時間がかかっちゃうので60秒で切って、繋げようということで、この下にずらーん並んでるのが、これが、撮影したやつですね。はい。で、実は画像処理をしたんですけども、それがこちらの画像になります。はーい。画像処理、もちろん天体写真って、すごい強烈な画像処理をするので、もちろん元画像とは全然違うものになるんですけど、ただね、いつもよりね、全然色々やってないっていうか、ああ、もういいやっていう感じで、結構シンプルな画像処理で終わりました。なんかね、
やっぱここまで元画像がよく撮れていると、いやもちろんその光がいの少ない天体写真、空を綺麗に写すためにマッチ明かりの少ないところで選んで撮影しているっていうのはもちろんあるんですけど、にしてもね、ここまでよく写ってくれると、なんだ、画像処理の工程が省かれるっていうか、やっぱりその周辺がなんか緑に被ったりとか、それから色ムラが出たりとか変なノイズが出たりとか、そういうのを取り除くためにその天体写真って時間を割くことが多いのかなって思うんですよ。光害を取り除いたりとか、まあ、元画像を見るとここまで完全にフラットで、生存も真ん中から周辺までこれピタッと点で撮れてると、そういう余計な処理をすることがないというか、その分時間の短縮につながるんですよね。ちょっと昔話をすると、この手の天体写真を撮るときに必ずその比較されるレンズっていうのがあって、アポゾナーっていうね、ツアイスのアポゾナー135の F2 だったかなっていうレンズがあったんですよ。すごく有名なレンズがあったんですね。10年ぐらい前にはまだ使ってる人たくさんいたと思うんですけど、そのレンズがね、あまりにも良すぎて、それレンズ77mm だったんですけど、当時その天体写真系のフィルター作ってるメーカーが、77mm しか出さなかったぐらい、そのアポゾナーを持ってる人があまりにも多くて、アポゾナー以外でこのフィルター使わないですよねぐらいの、状況だったんですよ。だから 77mm しか出さないぐらいの時期があったんですけど、そのアポゾナーで撮影した時も感動したけど、今回のプレナはその日じゃないですね。めちゃめちゃいいですね。135mm とか 85mm で天体写真、こういう静夜写真を撮るっていうのは、今までもずっとありましたし、50mm とか 85mm ぐらいだとね、成形写真での応用もできるんですよ。非常に難しいハイレベルな撮影にはなるんですけども、成形写真で使うこともできて、今まで結構みんな何使ったのかな、サムヤンの 135mm とか結構使ってたかもしれないですね。なんですけど、まあ、そういう今まで見たレンズちょっと覆りますね、これ全部ね。すんごいよく撮ります。だから多分天体写真やってる人、この画像を見て、うわーって多分びっくりしてると思うんですよ。すごいレンズですね。まあ、そんなレンズがニコンさんから発売されたっていうことで、本来はポートレートとかで使うレンズなんですけど、今日私はこれを天体写真で撮影してみました。はい。すごくいいものが撮りましたね。これ、35万だっけ？欲しくなるね。どうしようかな。欲しくなるね。こういう撮影私好きでよくやるんでね。ちょっと悩みますけど。で、ニコンもね、最近のニコン、まあ、Z になってからぐらいからと思うんですけど、こういう赤い星雲とかも映りやすくなったんでね。前はここが真っ白になって映らなかったりとか、ね、こういう上にある赤いやつとか、こういうのも全然映んなかったんですけど、最近のニコンって映るようになってきてるので、でそういう天体写真の広がりっていうのもね、最近の Z シリーズになってからすごく感じるので、プレナ欲しいなーってちょっと一気に思っちゃった。はい。ということで、皆さんもしこのレンズ持ってる方がいたら、まあ赤道儀は必須になりますけどね、ぜひこういう撮影も楽しんでみていただければと思います。はい。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもー。